ようございます。遠い義雄先生という方の言葉に、川は岸に沿って流れているのではない、川の流れに沿って岸ができるのであるというのがあります。以前にも紹介したことがあります。この言葉にはいろんなことを考えさせられます。私などは修行道場にいますので、修行道場のさまざまな問題を考える上においても大切なことを教えてくれます。先日もこの言葉を紹介して修行僧たちと話し合いをしていました。まず、川は岸に沿って流れているのではない、川の流れに沿って岸ができるのであるという言葉を紹介して、この言葉の意味が分かりますかと問いました。この頃の川を見ると、どこの川にも立派な堤防ができていて、その岸に沿って水が流れていると思われます。堤防のなかった頃の川というのは自由に流れていたのでした。それだけに川のそばに住む人は絶えず災害に見舞われてしまいます。かの白川法王は、自らの意のままにならない天下三不如意として、鴨川の水に山法師才の目と言われたのはよく知られています。何事も思うままにすることができたように思っても、鴨川の流れはどうしようもなかったのでした。それだけに祭りごとを司る者にとって、治水は大きな課題だったのです。現代は何といっても土木工事が発達しました。コンクリートで頑丈な堤防を作ることができるようになりました。そのおかげで川の氾濫はかなり防ぐことができるようになりました。それでも近年の大雨では堤防が決壊することもあるのです。ただしっかりとしたコンクリートの堤防ができると、そのための弊害もあるようです。川の流れの勢いが弱まりますし、生態系にも影響が出ます。人間の都合で人間が住みやすいようにと作っただけに、他の生物などにとっては必ずしも良いことではありません。時に氾濫し暴れるような川の方が勢いがあったと言えましょう。さて、この遠い先生の、川は岸に沿って流れているのではない、川の流れに沿って岸ができるのであるという言葉、かつて花園大学で紹介したのでした。この言葉を大学、学校に当てはめてみると、学校という建物や組織があって、そこで自分たちが学ぶのではなく、自分たちが学ぼうと思って学校ができたのだということになりましょう。今はすでに学校という建物や組織が出来上がっていますので、そこに入って学ぶという感覚でありましょうが、もともとを考えると何もなかったのでした。何もなかったところに勉強しようと思う人たちが校舎を建てて、先生にお願いして講義をしてもらい、そうして学校ができていったのです。学校があるから学ぶのか、学ぼうと思って学校を作るのか、この違いは大きなものです。川にあまりに頑丈な堤防が出来上がってしまうと、水の勢いがなくなってしまうように、あまりに組織が出来上がってしまうと、いろんな弊害も出てきているのが昨今の現状でありましょう。下手をすると、組織や建物を維持することが目的のようになってしまうこともあり得ます。修行道場にも同じようなことが言えるのであります。円覚寺の今の修行道場は、江戸時代の終わりに大有国師清雪禅師を中心にして出来上がったものでした。初めは舎利殿しかないところに修行をし始めたのでした。せめて修行僧が寝起きし、ご飯を炊くところを作ろうというので、今の宿寮殿という建物ができたのでした。そして座禅堂ができ、老子のお住まいである一撃亭が出来上がったのでした。初めに修行しようという強い思いがあって出来上がっていったのでした。まさに水の流れに沿って岸ができたのです。
水の流れというのは意欲であります。ところが建物が出来上がり組織もしっかりすると意欲が弱くなることもあります。形式にとらわれてしまってその組織を維持することに重きが置かれるようになりがちなのです。修行道場でも早々期に優れた人材が出ていることが多いのです。やはり強い意欲があってそれぞれいろんな工夫をしながら行うところに優れた人材も出るのでしょう。また修行道場には様々な規則があります。この規則というのも修行しようという意欲が先にあってその時々でどうしたらよいかを話し合って決めていったものでしょう。先に意欲があってその流れに騎士ができるように規則もできていったのです。ところが規則がしっかりできすぎてしまうと今度は規則を守ることに窮屈としてしまい肝心の意欲が減退してしまいかねません。では規則をなくせばいいかというとそうでもありません。堤防を壊してしまえば勢いが出るかもしれませんし原点回帰にはなるでしょうがやはり災害が増えてしまいます。そんなことを考えていると松本氏の神宮寺の谷川光照和尚から神宮寺の寺宝三画が届きました。いつもながら神宮寺様の寺宝は内容も想定も素晴らしいものです。その中に谷川和尚が私たちの自由と題して書かれていました。全ヒッピーという小説があるカウンターカルチャーを代表する作家ジャック・ケルアックの著作である。彼の代表作路上とともに大学生時代に読んだまま本棚にしまわれていたものをこの隔離期間中括弧谷川和尚がコロナ感染の濃厚接触者になったため括弧閉じるに引っ張り出してきた。ジャック・ケルアックといえばあの鈴木大拙先生との逸話がある。二人がニューヨークで対面した時大拙はケルアックに対して君たちは自由を履き違えていると言ったといいます。肘は外に曲がらない。肘が外に曲がったら痛い。肘は外に曲がらないから自由なのだとケルアックに伝えたといいます。そしてケルアックはその時自由の本当の意味を理解したという文章であります。肘というのは腕のことであります。確かに腕は内側には曲がりますが外側には曲がりません。自由というのはその腕を外に曲げることではないというのです。そのことについて谷川和尚がもし肘が外に曲がったらどうでしょう。それが自由だと言えるでしょうか。間違いなく痛いことはわかる。当時のアメリカのカウンターカルチャーはベトナム戦争への反対や環境破壊への抗議など理由は山ほどあれ現状への反発でありそんな社会からの自由を得るための活動だったのでしょう。しかしこの時代を見た鈴木大拙先生は君たちは自由を履き違えていると言ったのだ。社会や制度から離れよう離れようと自由になろうとしてむしろ社会や制度活動に惑わされ縛られている。大拙先生の目にはそう見えたに違いない。自由とはおのずから寄ると書くと谷川和尚が書かれていて大拙先生の自由はその字のごとく字が主になっている。抑圧も牽制も何もないおのずからまたは自ら出てくるので他から手の出しようのないとの義であるという東洋的な見方からの一文を引用されています。この東洋的見方からの文章の前には西洋のリバティやフリーダムには自由の義はなくて消極性を持った束縛または牽制から解放せられるの義だけである。それは否定性を持っていて
東洋的の自由の義と大いに相違すると大拙先生は述べています。そして物がその本来の性分から湧き出るのを自由というと明言されています。実に川の流れに沿って岸ができるのが自由なのです。そうかといって岸を壊せばいいというのではありません。肘は外に曲がらない、それが自由なのであります。規則のままのようで、そこに学ぼうという主体性が働くのが自由なのでありましょう。自由を履き違えるといけません。それでは今日も姿勢と呼吸と整えましょう。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめます。この大地に支えられていることを感じて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら吸いながら肩をぎゅーっと持ち上げ持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。おへその下、下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああ、ありがたいな、嬉しいな、とこの思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちで、その後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。